リチャード・ボーク、第六代名誉伯爵、第六代名誉伯爵リチャード・サウスウェル・ボーク、1822年2月21日から1872年2月8日は、アイルランド出身のイギリスの政治家、貴族、保守党政権で3期にわたって、1852年、1858年から1859年、 1866年から1868年を務めた後、1869年からインド総督に就任したが、1872年に認知で暗殺された。1822年2月21日、アイルランド貴族の第5代、名誉伯爵とその妻案の長男として生まれる。アイルランドダブリンのトリニティカレッジやオックスフォード大学で学んだ。 1847年から1852年にかけて選出の保守党所属庶民院議員を務めた。1852年から1857年にかけては、1857年から1868年にかけてはから選出された。1852年、1858年から1859年。 1866年から1868年にかけて成立した3度のダービー伯爵内閣と第1次ディズレーリ内閣においてを務めた。1867年8月に父の死により第6代名誉伯爵位を継承するがアイルランド貴族なので貴族院議員には劣していない。その後、首相ベンジャミンディズレーリの指名でインド総督に内定した。 1868年末に自由党への政権交代があったため、任命を取り消される恐れもあったが、新首相グラッドストーンは前政権の任命を取り消さなかったため、名誉協は1869年1月12日からインドに着任することになった。第二次、グラッドストーン内閣の不拡大方針に従い、アフガンとの交渉を巧みに裁いて、外交問題を沈静化させ、 インド内政に集中した。悪化している営業インド帝国財政の再建に取り組み、歳出削減と、減税や所得税導入による増税で、歳入増加を目指した。歳出削減の一環で教育、医療、道路などは、州政府の管轄に移し、わずかな税だけ与えてやりくりさせた。結果的には、これが、後の連邦制の端緒となった。 国の統計調査を目指し、名誉卿自らも各地を視察して回ったが、流刑地であるベンガル湾、アンダマン諸島を訪問した1872年2月8日に、死刑から終身刑に減刑されていたパシュトゥン人流州アフリディによって視察された。彼は、歴代インド総督の中で暗殺された唯一の人物である。初代レコンフィールド男爵の娘ジュリアと結婚し、 彼女との間に、長男の第七代、名誉白尺、1851年から1927年、や次男、1853年から1900年ら4、男三条を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。